カメラの部分の取り付けのステーを設計します。これがカメラ、なんか眉毛みたいについてますけど、これが、これがカメラで、後ろに M3 のタップが切ってあります。ちょっとこのサイズが、サイズ感が分かんないんで、これをCAD上で再現します。これがあれですね、カメラのケーブルですね、この部分。これがカメラのこのケーブルの部分です。で、ネジ穴が、多分 M3 だと思います。で、ネジ穴のピッチが32ですね。ざっくりカメラこんな感じで、レンズが真ん中に出てます。まあざっくりこんな感じですね、カメラが。これがカメラ取り付け用のブラケット、こんな感じで考えてましたんで、これにカメラをくっつけてみます。こんな感じでいいんじゃないですか。で、この板をこの面と面にするといいっぽいんで、ちょっと変更します。ネジ穴を1個にしますか。こんな感じでネジ1本にしてみます。ネジ1本でも十分なような気がしますね。これが5ミリなんですよね、この板が。で、この止めるとこが20ミリなんで、結構いいんじゃないかなっていう気がします。あとここの部分、このフィレットをつけると多分強度が結構増すような気がします。フィレットを2ミリぐらいのフィレットにします。こんな感じでどうですかね。こんな感じでどうですかね。こんな感じでもうちょい厚めでもいいかもしれないですね。任天堂じゃなくて、こんな感じでどうですかね。こんな感じ。あ、エロンゲートが変な感じにしました。これでいいですね。これでコネクターも通ってうまくいくような気がします。こんな感じですかね。これでちょっと作ってもらいたいと思います。まずはここの取り付けを M4 から M3 に変更してみます。はい、全部 M3 に変更しました。 M3 にだいぶすっきりしましたね、うん、このやりすぎ感がなくなりましたんで、結構すっきりして、なんか軽そうに見えますね。実際軽くなってるかどうかはまあ、ビビたるもんだと思うんですけども、こういうビビたるもんの積み重ねがもしかしたらドローンの飛行時間の延長につながるんじゃないかっていう気がします。レーダー類の延長用のケーブル持ってきましたんで、これで延長ケーブルを作ります。線3本だけ残してみました。赤白緑黒ですね。イーコンコネクターの防水カバー買いました。ここにイーコンコネクターを入れて蓋をすると防水されるやつですね。 IP54 だったかの防水性能だったと思います。で、これでコネクターの部分を防水します。1個あたり374円で、送料が450円でした。合計1572円です。最近他のドローン作ってる人動画見たときないですけども、探してもないんで、見てない、見つけてないだけかもしれないですけども、最近結構あるんですかね、自作ドローン系動画は。前はですね、1件あって、それを結構参考にして、作りました。
前合わせも2年ぐらい前の話なんですけども、今それそういう系の動画ってあるんですかね、ドローン自作する系の動画。なんかマゼックスとかのやつ買って開封しました動画は結構見るんですけども、なんか他のドローン系 YouTuber っていないですね。あのちっちゃいドローン、あの空撮用のドローンは結構見ますよね。競技用のドローンとか空撮用、空撮用ドローンの何でしたっけ、あの DJI のなんとかミニ、ミニでしたっけ、ああいうやつとかは開封している動画とか説明動画めっちゃ見ますね。さすがにこの農薬散布系のドローンは100万超えるんで、それで失敗したら嫌なんで、みんなやっぱり近くの農機具屋さんから買うんですかね。あとは飛行のための許可申請とかがめんどくさいと思ってなかなか手を出せないのかもしれないですね。実際はあんま大したことないですね。25キロ未満はほとんど大したことないですね。25キロ以上はめんどくさいですね。ここにこういうふうに、イーコンコネクターがこうつきました。こんな感じですね。イーコンコネクターがついて、でこのイーコンコネクターがこのままだと水が入ってダメになる可能性があるんで、この、防水、防水って言いますか、これ防塵なんですけども、防塵用のカバーで蓋してみます。ただこれが IP54 だったか IP45 だったかで、あの全方向からの水しぶきに耐えますよっていう感じの設計でしたんで、多分大丈夫じゃないかなっていう気がします。気がしてなりません。こんな感じで、こんな感じでコネクターが入りますんで、これで蓋閉めると防水と防塵になるみたいです。これで防水防塵っぽいですね。まあ完全な防水じゃないですけども、結構いいんじゃないですかね。パッと見水かけるともしかしたら中に入るかもしれないですね。 IP45 だったか54だったかなんですけども、これでイーコンコネクタ3個とも、全部防水の処理が終わりましたんで、こんな感じですね。こんな感じで、これがキャンのケーブルなんで、これをあまり線が長くならないようにしてつないでいきます。これでつなぐと、白、赤、緑、黒、大丈夫ですね。これで電気配線が全部完了しました。あとは、カメラのあれですね、ステーができるのを待つばかりですね。キャンハブ、ね、キャンの接続を抜いて、フライトコントローラーの電源を抜いた状態でバッテリーを挿してみたいと思いますが、その前に1回導通のチェックします。多分大丈夫ですね。これで多分大丈夫な気がします。でこれで多分電源入っても大丈夫な状態ですね。とりあえずフライトコントローラーが値段高いんで、これだけ外しておきます。バッテリー持ってきました。ちょっとバッテリーの電圧を測ってみます。 23V で、もう一個が 23V なんで 46V ですね。 46V 割る12セルなんで1セルあたり 3.8V、 充電はかなりされてるっぽいじゃないですかね。8割ぐらいされてるかもしれないです。でこれを今からつないでみます。で繋いでも多分何もなんないはずなんですよ。あのフライトコントローラーが繋がってないんで音もなんないと思います。なんで1個刺すだけで鳴るのか、2個刺さないとなんないと思うんですけどね。直列なんですけど、一応動いたっぽいですね。モーターは OK ですね。多分今フライトコントローラーからの信号待ち状態ですね。フライトコントローラーとキャンに電源つなぎます。ほんで、インジケーター LED のインジケーターがどうなるか、この光り方で分かるんで、最初何色だったかな、多分赤何連発かで光ると思います。あの GPS 受信してないんで。
大丈夫かな。これで電源入れます。せーの、よいしょ。ん、なんだこの音。なんかパチって言ったような気がしますね。何がパチって言ったんだ。でも匂いは全然しないですね。今ファンが回ってました。パチって言ったのはもしかしてこの接触したところがスパークしたのかもしれないですね。だとすれば特に問題ない気がします。なんか音的にはここら辺からしましたね。このエリアから。フライトコントローラー燃えてる場合はもうちょっと激しいような気がするんですけどもね。今このランプ光りましたかね。ちょっと全然見えてなかったです。なんかでもこの辺から落としたような気がするんですよね。もう一回。大丈夫っぽいですね。大丈夫っぽいですね。うん、大丈夫っぽいですね。これがランプが、何回か光って消えるやつは GPS の受信不良なんですよ。なんでこれは多分大丈夫っぽいですね。ということで大丈夫っぽいですね。パチって言ったのもこのコネクタのスパーク音かもしれないです。でプロポの電源入れて、見ます。ちょっと一旦電源切って、カメラ接続しておきます。カメラ、バインドはされてると思いますんで、見てみますか。これで確かですね、チャンネル設定、これでつながってますね。でこれで、FPV 見てみますか。 FPV、 あ、映りました。こんな感じですね。今回のメインと言ってもいい FPV、 すごいレスポンスですね。これはやばい。めちゃくちゃリアルタイムですね。あ、これはもしかしたら全然問題なく飛行に使えるレベルですね。すごい。すごい。全然っていうのもあれですけども。遅延がかなり少ないですね。ちょっとどのぐらい遅延少ないか、録画してみますか。スマホで時間を表示して、プロポの画面に表示される時間とスマホの時間の差が見れますかね。これ、見れますかね。スマホの時間と表示されている時間、電波で転送されて表示されている時間、大体どのぐらい誤差ありますかね。誤差というか遅延がありますかね。コンマ2秒ぐらいじゃないですか、パッと見。これはすごいですね。多分 DJI の、T20 とかよりも多分レスポンスいいですよ、これ。このレスポンスはすごいな。これは使いやすいですよ、多分。あと画質がめちゃくちゃいい。ちょっとカメラ越しで映るかどうかわかんないですけど、画質がめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ画質がいいですね。これはすごい。今度多分これをいろんな人におすすめしたいぐらいの感じですね。このプロポ、
ほんで何をすればいいんだ。あ、このプロポに、ですね、ここにライトがついてるんですけど、多分使えないって言うんですか、よく飛ばさないんで使う機会がないんですけども、このライトは多分どっかのスイッチに割り当てられてるはずです。割り当てられてるはずか、もしくは設定できます。あ、これだ、これがライト持ってますね。こういう感じでライトがつきます。中国のこのシリーズ全部ライトつくんですけども、多分これはなんでライトがつくかっていうと、ドローン用じゃないんですよ。これはドローンって飛行するタイプのやつじゃなくて、キャタピラーで地面を走るようなやつにも多分このカメラがつくはずなんですよ。その時にこのライトがあると、その暗闇にこう入っていけるんですね。そのためのライトだと思います。ドローンでは、いや、飛行するタイプのドローンでは多分使わないですね。夜飛ばすってのは多分ほぼほぼないと思うんで、そんな明るくもないですからね、はい、ということで一応うまく動いたっぽいんで、次はもうあれですね、飛行のソフトの、アクティベーションしないといけないんで、ご本人から登場してもらって、やってもらう感じになりますね。ということで一応完成に近づきました。本日は時間も、何時だ、今はもうすぐ10時ですね、10時ぐらいなんで、終了します。次回、初飛行でドローンひっくり返るをみんなで見よう。